アローラーラこんにちは、パーカッションの高見です。今回は合皮時フェイクレザーを使った太鼓のサウンドメイク術を紹介しますめちゃくちゃ簡単にできて劇的にサウンドが変わりますのでよかったら試してみてくださいはい現代のドラムやパーカッションのヘッドというのはですねほとんどが耐久性重視のプラスティックヘッドが貼られていますはい、サウンドはこんな感じ まあ悪くないんですけどね。あープラスチックヘッドの音だなっていうかね、独特の、えー、ガーンっていう倍音、えー、が乗った感じの音になりますと。はい。この上に合皮、フェイクレザーを重ねることによって、えー、中高音のね、倍音をがっつりカットして、がっつりミュートして、もう低音だけドスンと鳴らすことが可能です。はい。簡単な話ですね。もうこの太鼓の上からかけてしまえば、それだけでね、めちゃくちゃ変わりましたよね。はい。 なのでお手軽な方法としてはもうかけるだけというのがありますプロのミュージシャンがレコーディングする時なんかねよくこういうサウンドメイクを使ったりしますけれども今回はもうこの中にフープの下に入れて固定しちゃいたいと思いますはい参考までに今回使うこの革はですねかなり薄い合皮の革です0 8ミ、mm、リって書いてあったかなはい革だけ見るとねかなりペラペラな薄い革で、えー、当然この 厚,さが厚ければ厚いほどミュート効果が強くなりますまあ音が太く短くなるイメージかなというので、まあ、今回 0.8mm 使えますので参考にしてみてください、はい、まずは全部ヘッドを外してしまいますはいすると中はこんな感じになっております、はい、そしたらこのヘッド径よりちょっと大きめに皮をカットしていきます はい、そしたらあとはもうヘッドの上からフェイクレザー乗せてフープを乗せるというだけです。はい、で、このフープの外にこのようにね、ビロンビロンってこう出るのが嫌だわっていう人は中にこう折り込んじゃうもうヘッドの中に入れ込んでしまうという手もあります。そうするとこうね見栄えが良くなるかなという感じです。あるいはこの辺こうもう短く切っちゃうかこう返し抜い 裁縫してねきれいに整えるという方法があります、はい、今回はもうねこのフープの中に入れ込んでしまいたいと思います、はい、ただこれをひたすらマスキングテープでね内巻きに貼っていくという感じですはいというわけでかなり原始的な工作なんですけれどもゴーヒーヘッドナパヘッドができましたちょっとこう引っ張りながらね貼っていくと テンションがかかって、綺麗にできるかなという感じです。じゃあ、あとはこれを乗せて、フープで止めると。乗せたら、これも仮止めしちゃいます。はい、裏から仮止めしたテープを剥がしていきます。はい、剥がそうした。あとは裏のヘッドを貼って、完成です。 仮止めも外してはいというわけでできましたこうちに入れることでなかなかね綺麗にできたんじゃないかなと思います肝心の音はね聞いてみようかないかがでしょうかかなりねもっちりしたんじゃない まままとまりましたよねかなりね広域のガーンっていうのが抑えられて中域低域低ににフォーカスされたた感じななったかなと思いますこれ仮にもっと皮を分厚くすれば、まあ、その分ね低域重視というかよりミュートがかった音になりますので、まあ、その辺りはねお好みでいろいろ試していただければいいかなと思いますはいというわけで今回は合皮フェイクレザーを使った太鼓のサウンドメイク術を紹介しましたアイデア次第でいろいろなシチュエーションで使えるかと思いますので興味があったら是非やってみてください はい、このチャンネルではパーカッション情報をガンガン発信しております。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。というところでまた次の動画で会いましょう。バイバイ。